皆さん、こんにちは。今日はとっても特別な話をしましょう。高校生の皆さん、人生は困難な時期かもしれませんが、自分自身を信じて前に進みましょう。夢を持ち、目標を立てることが成功への第一歩です。自分の才能や情熱に向かって努力しましょう。挫折や失敗は人生の一部です。それらを乗り越えることが、 本当の成長への道となります。周りと比べるのではなく、自分と比べてみましょう。自分がどれだけ成長したのかを見つめましょう。学び続けることの大切さを忘れずに、知識は力です。どんなことにも興味を持ちましょう。自分の強みを見つけることができれば、それを最大限に活かすことができます。日々の小さな積み重ねが、 大きな差を生みます。一歩ずつ着実に進んでいきましょう。他人の意見に左右されず、自分の夢に向かって進んでいくことが重要です。自信を持って行動し、自分の可能性を信じましょう。限界は自分が決めるものではありません。困難な状況に直面しても、諦めずに立ち向かいましょう。逆境こそが成長のチャンスです。 結果が出ない時でも、諦めずに努力を続けてください。成功は必ず手に入ります。失敗しても、あなたは強くなります。何度でも立ち上がり、前に進むことができます。自分自身に対して優しくなりましょう。自分を愛し、自分を大切にしましょう。困難に立ち向かうことで、チームワークやリーダーシップを発揮する機会が得られます。 将来の目標を明確にし、それに向かって計画を立てましょう。行動に移すことが大切です。他人を尊重し、感謝の気持ちを持ちましょう。共に助け合うことで、より良い社会を作りましょう。自分に自信を持ち、自分の力を信じましょう。夢を追い求める勇気を持ちましょう。皆さんは素晴らしい未来を築くことができます。 一緒に頑張りましょう。ご覧いただきありがとうございます。